はい、こんにちは、ステロカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラはハッセルブラッドの10番フィルムカメラボディの定番モデルになります 503CX というモデルになっております。はい、ご覧いただいてます通り 503CX ですねのブラックペイントになっております。よく映画とかでもですね、ハッセルブラッドが登場するとよく見られるボディモデルですね。はい、でもって 503CX のこの頭に星マークがついているんですけれども、これがスリロトレーディングカンパニーという会社がハッセルブラッドの日本の総輸入総販売代理店だった時に国内で正規販売された品であるという印になっているんですね。はい、 503CX はですね、 500CM というこれより1個前のモデルがあったんですけれども、その 500CM が生産終了する1年前のですね、1988年にモデルチェンジを終えて18年ぶりに登場した500シリーズ、これが503CX ですね。はい、この一番の特徴はですね、この内面反射を抑えるためにですね、この植毛タイプのバルパスというですね素材を採用していることですね。これがですね、経年でちょっとひび割れてきちゃったりするんですけれども、これはですね、全く部署性能とかには問題なく使用することができますので、ご心配なくお使いいただければと思いますね。あとはですね、この両肩の 503CX とかハッセルブラッドのこのロゴですね、 503CX、はい、ご覧の通りなんですけれども、このロゴが浮き彫りになったというところですね。かなり高級感あふれるですね、このボディになっております。今回はブラックペイントですね。これもすごくですね、高級感のある外観になってますよね。付属しているマガジンが今回は A12 マガジンの同じくブラックペイントで、こうスライドが収納できる、はい、タイプになっております。はい、あとはですね、こちら、ウエストレベルファインダーが搭載されてますね。同じくブラックペイントで、はい、ご覧のようにルーペも綺麗な状態です。若干こうペイントロスがありますけれども、畳み込み、はい、立ち上がりに全く問題ないですね。はい、それとフォーカシングスクリーンは、はい、ハッセルブラッドをですね、長年使い慣れた方がみんな言うですね、このピントの山が最もつかみやすいというノーマルタイプが今回は搭載されております。はい、 503CX の標準で搭載されているのは、本来アキュートマットなんですけれども、この前のオーナーさんがですね、どうやらアキュートからノーマルに乗せ替えているみたいでですね、今回は、ノーマルタイプが搭載されておりますので、お間違いのないようにしてください。もちろんですね、この左右の爪をですね、こうやって外していただくと、はい、透明度の高いアキュートマットに乗せ替えることももちろんできますので、はい、固定するときにはですね、こう左右の爪を出していただければ簡単に固定することができます。はい、こんな感じですね。今このノーマルタイプのこの左右に構造がずれるスプリットタイプというのが搭載されてますね。はい、でもって、はい、ボディキャップもですね、今回搭載、はい、ついております。よ、はい、ボディキャップもついてますね。はい、きちんとロゴ入りです。はい、こちらのセットで今回はお届けいたします。はい、じゃあですね、ボディの方から外観チェックしていこうと思います。はい、ご覧のように 503CX ですね。はい、こうざっと見てもですね、目につくすれ当たりへこみとか、ペイントロス若干見えますけれども、
当たったりとかですね、なんか落下痕とかぶつけたりしたような跡は全く見えないですね。はい、で巻き上げはこのクランクタイプですね。はい、バックドアも綺麗ですね。ひび割れとか汚れとか見えませんね。ミラーも綺麗ですね。曇ったりとか劣化してこの剥離があったりなんかもしないですね。はい、フォーカシングスクリーンももちろん綺麗ですね。変な書き込みがあったり汚れたりとか曇ったりとかしてないです。こうですね。はい、このシャッターとこのバックシャッターの開閉もすごく、はい、軽快に動いております。このシャッターチャージもすごく軽いですね。はい、続いて A12 マガジンですけれども、こちらも綺麗ですね。ボディ以上にすごく綺麗で、このペイントロスとかもほぼ全くないですね。革の縮みもありませんし、傷汚れ、錆なんかもないですね。スライドももちろん、まっすぐですね。中身を引き出しても、はい、シリアル一致してますし、錆汚れなんかも全く見えないです。はい、ご覧いただいている通りですね。でフィルムをですね、まあ、こちらにですね、と装填していただいたと仮定して、はい、このダイヤルをですね、こうぐいぐいと巻いていただけますと、はい、ちゃんとカウンター1でストップいたしております。でもってボディと接続して、はい、このスライドを引き抜いていただければ、はい、シャッターが切れる状態になってるんですね。この窓がですね、この白白の状態がこのシャッター切れるよという状態ですね。でもって、まあ、今シャッター切ってみますと、両方窓が赤赤になって、この巻き上げを行うとカウンターが2に進んで窓が白白になるという感じですね。この繰り返しで、はい、撮影をしていただきます。はい、ボディとマガジンの連動、ご覧のように全く問題なくしてますね。はい、こういう感じで現在はですね、この安全装置が働いてますので、このマガジン外れないようになってますけれども、このスライドをグッと奥までしっかり入れていただきますと、ちゃんと、はい、A ボディとマガジン取り外しも可能ですね。はい、今カウンターが5まで進んでますけれども、この中身をですね、こう引き出していただけますと、カウンターがしっかり0にリセットされます。はい、カウンターなどの動作も全く問題ない状態ですね。はい、ボディの動作、外観ともにこちらも問題ありません。はい、ということでこのまま、あ、今ちょっと切れちゃいましたね。はい、はい、という感じで、はい、このまま撮影にご使用いただいても全く問題ない状態の、はい、ハッセルブラッドの一眼レフボディ、一番一眼レフボディ 503CX ですけれども、念のため末永くですね、お使いいただくために全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら、整備後のお届けを実施させていただきますので、ぜひご利用いただき、ご利用くださいませ。はい、ということでハッセルブラッドの通番フィルムカメラボディ、定番の 503CX スターマーク付きブラックペイントになっております。近年ですね、このハッセルブラッドのボディの、はい、価格もですね、ちょっとなかなか高騰してきまして、中古市場でもいいものがなかなか出回らなくなってきてますので、ぜひぜひお早めにチェックしていただけましたらと思います。以上です。